皆さんこんにちは、じゅんこです。今日はエッセンスというブランドの商品を使ってこちらのお化粧をしてみました。実はこちらのビデオですね、撮り直しています。私の家族について少し話をしながらのメイクだったんですが、自分では分かっていたんですけど、やはりちょっとこう少し泣いてしまう場面が多くって、何度もビデオの方は止めては再開してという感じでメイクの方は続けていたんですが、結果的にですね、結構泣いてしまったせいで目の方もすごくこう腫れてしまって、あまりいいビデオというか出来上がりではなかったんですね。ですので1回目に撮ったビデオはですね、こうちょっと流しながら商品の説明とあとレビューですね、感想の方をしていきたいと思います。まずエッセンスさんですね、アメリカのプチプラコスメの中では LA ガールと並ぶぐらい安い商品です。ファンデーションの方は使っていないので、今回はエルフさんのものを使いました。こちらになります。私が夏ファンデーションとしておすすめしたドラッグストアで買えるファンデーション、こちらの方ですね、夏ですね、日本に帰った時も湿気ですねに対応できてかなり優秀なファンデーションでした。ただ冬に使ったことがなかったので、今回こちらのファンデーションを使ったんですが、毛穴の方は多分プライマーをつけて対応しなければいけないと思うんですが、ファンデーション自体はすごくつきもよくってカバー力もあって優秀な商品だと思いました。夏冬、特にシアトルは今乾燥しているんですが、そういう環境の中でも私の肌には合うファンデーションでした。次にアイブロウペンシルですね、私が購入したのはこちらの2本です。細いタイプの方はですね、色がちょっと明るかったせいもあるんですが、こんな感じで細くてすごく使いやすいです。芯の方も柔らかすぎず硬すぎずという感じでいいんですが、色の方ですね、やはり明るかったので最初に引くこちらのアウトラインですね、上の方を引いて下のこうラインを引いてこう私は書き足していくんですけど、そういう風にアウトラインをするときに使うものとして愛用しようかなと思っています。そしてですね、こちら太い方ですね、こちらの方は濃い色を選択したので大丈夫だったんですが、こちらはやはりアウトラインとしては太すぎるので使えないんですが、色をこう足していく分には特にですね、この端っこの方ですね、私はかなりこう描きづらいんですが、柔らかいので簡単にこう描くことができました。ただ他の部分ですねを入れるにはこうあまり力を入れすぎるとべったり入ってしまうので、こう軽いストロークで入れる、またはこう端っこの部分ですね描き足す感じに使うのがいいと思います。アイラインの方ですが、私はこちらの3タイプを持っています。まずこちらですね、ウォータープルーフタイプで、こんな感じですね。そしてこちらのタイプは、こちらのはフェルトタイプです。でこんな感じで先ほどよりもかなり細めのラインが引けます。こちらの両方ですね、リキッドタイプなんですが、アイライナーを愛用している方にはお値段そして耐久性から言うと文句なしです。なんですがアラフィフの私ですね、色が黒ということもあって、あまりこう特に私のようなこう垂れ目のこう目を強調してしまう感じの目にはですね、ちょっとこちらの黒のタイプでこうはっきりラインを入れるというのは厳しい状態なので、私はちょっとこちらの方は使いませんでした。こちらですね、色が茶色なんですがペンシルタイプということで、少しこう目の際に塗るのと、あとですねちょっとインラインといってこのまつげの中を埋める感じで少し入れました。私は多分ラインの強調これが限界かなという感じですね。
こちらのペンシルタイプもですね、ウォータープルーフになっています。私は結構涙目になりやすいんですね。なんですが、こう流れ落ちるようなことにはならないので、お値段からすると納得できる商品だとは思います。ペンシルタイプもですね、かなり柔らかいです。そしてこちらの方ですね、今書いたばかりなのでちょっと時間を置きますが、時間を置いた後はですね、ほとんどこのように擦っても落ちない状態です。こちらのペンシルのタイプもですね、今書いたばかりなのでちょっと時間を置きますが、しばらくすると定着して落ちなくなります。アイシャドウの方はこちら購入しています。そして使った色というのが、まずこちらの色をアイホールに使いました。そしてこちらの方を端ですね、端のいつものようにくの字に入れる感じにして、少しこちら側にぼかしました。で、1回目のメイクの時はそこまでだったんですが、今回のこちらの方はこの少しですね、こちらの方を、こちらの色をですね入れて、少しこうぼかす感じにしています。そして同じようにこちらの色を今回はこの下にも入れています。こちらの色はですね、少しこうシマ系なので、こちらの方にちょっと今回は入れてみました。こちらですね、お値段の方文句なしの、とてもプチプラで優秀だと思います。発色の方も悪くないです。ただ私が今回選んだ色ですね、こちら無難な色だったので、それがうまくお伝えできるかなという感じなんですが、発色の方問題なし、ただ少しやっぱりパウダーっぽいんですね。なので少しこうこちら側に塗った時に粉っぽいなっていう感じはします。粉っぽいんですが、じゃあつけている時にフォールオフですね、粉の方がこの辺に落ちたりするかというと、そういうこともありませんでした。なのでお値段からするとこちらですね、かなり優秀な商品だと思います。ブロンザーの方はこちらになります。こちらをこう顔の縁の方ですね、そしてちょっとこちらの方とこう顔周りに使いました。こちらの方ですね、色的には問題ない色だなと思ったんですが、私が使うとですね、かなりこうオレンジ色っぽくなってしまって、どうかな、ちょっと微妙ですね。チークの方はこちら20番のものですねを使いました。こちらはですね、ピンク系なんですけど、肌に合うちょっとピーチ系ですねも一緒に入っているので、発色の方はバンってこのようにするんですが、フィニッシングパウダーでこうぼかすと、そんなにこうガンとした発色もこうかなりブレンドしていい感じです。こちらの方は大きなブラシでですね取っていただいて、少し粉をトントンと払ってポンポンポンとのせる感じで使えば、頬の色ポッとこう発色をさせる感じなので、使える色なんじゃないかなと思います。まあ、お値段の方もかなり安いのでチャレンジするにはいいかなと思います。ハイライトの方ですね、こちら10番の色を選びました。番号があるので他の色もあるとは思うんですが、私が行った時はこちらの色しかありませんでした。こちらですね、ブラシの方を使ってさっとこうこの部分と T ゾーン、そして顎の部分に使いました。ディオールさんですね、いやボビーブラウンさんのハイライターでバンっていうこう強いキラキラ感を求める方にはこちらの方合わないと思うんですが、ハイライターの方ですね、ほんの少しだけツヤを与えたいという方にはこちらの方いいと思います。テクスチャーの方が柔らかい方ではないので、ブラシの方でこう取っていただいてつけても1回でパッっていう光は入りません。なので1回こうつけてみて、ちょっとこう様子を見ながら足していくという感じにはなるんですが、
ギラギラ感ではなくって本当に肌のツヤ感を少し足すという感じで、色味もですねやはり肌色系なのですごくボンって飛び出た感じではなくって、あくまでもツヤツヤっとした感じなので、メイクに慣れていない方でもですね使いやすい商品だと思います。リップの方ですね、ナチュラル系ということでこちらの色を選んだんですが、口紅の方は私はものによっては時間が経つとペロッとこうむけてしまうんですね。なんですがこちらの方は皮むけなんかは一切ないです。問題は色だけですね。ちょっと私色の選択を間違ってちょっとピンクすぎるかなと思うんですが、皮むけの方はないので色のチョイスさえ合っていればこちらの商品もいいんじゃないかなと思います。マット感ではありません。ツヤがある感じです。ツヤはあるんですが発色の方もきちんとあるので、そういうリップをお求めの方はぜひ試していただきたいです。先ほどのこちらアイライナーのペンシルの方もですね、乾くとこのようになります。エッセンスさんですね、こちらのマスカラになります。こちらのマスカラを他の YouTuber さんもですねかなり優秀な商品だということで高評価で有名になりました。こちらの方がウォータープルーフですね。そしてこちらの方がレギュラータイプということなんですね。かなりの数のマスカラが出ています。こちらの2本の他にですねボリューム感とカール感をキープできるというものを選んでですね、その他6本こちらの方も合わせて試してみました。こちらの方1本1本ですね使用前と使用後で写真の方を撮っておきました。まず最初に試したのがアイラブエクストリームというものですね。こちらの売りはカールとボリュームということになります。こちらはですねかなり大きめのプラスチックのブラシですね。つけ方はですね下からちょっと斜めにこう溶かす感じに私はつけました。こちらの方ですね少しまつげにボリューム感が出るという感じで、こうがっつりした感じではないんですがナチュラル感ではいい感じにつきました。次に試したこちらのマスカラですね、こちらもボリュームとカールということになります。大きめで丸みのある細かい毛のブラシのものでした。根元からですね少し横にゆすりながらこう持ち上げる感じでつけました。こちらですねボリュームも長さの方も出ました。ただやはり私の場合はつけた後にまつげの方がこう下がってしまいました。次ボリュームスタイリスト紫の方ですね、こちらはラッシュエクステンションといってまつげを長く見せるというマスカラですね。こちらは細く短いブラシでした。すごくつけやすくって重ね付けもできます。ただ私の場合重ね付けをしていくと毛先の方にも均等についてしまうので根元が太くて毛先が細いといったようなまつげではないんですね。こう全てが同じ太さという感じで少し私が重ねてつけるとこちらの方がちょっと不自然な感じになってしまいました。次はピンクの方ですね、同じタイプなんですがピンクの方、こちらはカール&ホールドということで、まあ、カール力をつけてそれを保持できるというマスカラですね。こちらはまあ標準タイプのブラシでした。そして半分がこうカットされている感じですね。でこちらのブラシはすごく使いやすかったです。ただ重ねてつけていくとダマになってしまいます。そしてやはり重さが出てしまうのか私はつけた後にやはりまつげの方が下がってしまいました。次のマスカラですね、フォースラッシュというものなんですが、こちらはエクストリュームボリュームとカールということですね。かなりボリューム感とそしてカール力が出るということでした。こちらもですね少しカーブのあるブラシでした。つけやすかったです。そして一度塗りではですね
自然な感じで良かったんですが、ボリュームの方はあまり出ませんでした。カールもですね、一度塗りの段階ではさほど下がるわけではなかったんですが、こちら何回か重ねていくことができたので、そのようにしようかなと思って二度塗りをしてみたんですが、そうするとやはり重さでですね、まつげの方が私の場合は下がってしまいました。次に試したマスカラの方ですね、こちらの方はボリューム&カールというものです。ジムプルーフとウォータープルーフですね。なので汗や水に強いということでした。こちらは少しカーブのあるブラシで透けやすかったです。そして重ねてもダマにはなりにくいです。ただカールの方は少し下がりました。そしてやはり重ねていくと一本一本を太くするんですが、毛先の方がですね細くなるという感じではなくって、一本一本が本当に太いという感じになりました。なので私の好みではなかったんですが、こちらのシリーズはですね、両方とも2番目に使いやすいマスカラでした。そして最後ですね、こちらが話題になったラッシュプリンセスのシリーズのマスカラになります。ブルーのタイプ、ウォータープルーフの方ですね。細いブラシでした。使いやすいし、一度塗りでナチュラル感を残したまま長さとボリュームですねを足すことができました。こちらのブルーのタイプですね、使いやすさとしてはダントツ1位でした。ただこちらのシリーズの中ではウォータープルーフということで、一番落ちの方ですね、マスカラの色落ちの方がないかなと思ったんですが、こちらの方ですね、時間が経った時にやはり私は目の下の方がパンダちゃんになってしまいました。なのでこちらの方ですね、私はやはり使った後でキャンメイクさんの透明のタイプのクイックラッシュカールですね、使えば使用は可能かなとは思います。ラッシュプリンセスシリーズのレギュラータイプですね、こちらも細いブラシでした。ウォータープルーフと同じタイプなのでかなり塗りやすかったんですが、ウォータープルーフと比べて少しカールの方が落ちました。これはやはりウォータープルーフの方ですね、塗った時に乾きの方が早いので、カールが落ちる前にこうセットされるという感じだと思うんですね。でレギュラータイプのこちらの緑のタイプの方はウォータープルーフに比べると少し落ちてしまうんですが、他のものに比べたら文句なしです。ただウォータープルーフタイプの方もですね、やはり落ちてしまったので、こちらの方も透明タイプのマスカラなんかを一緒に使って色落ちの方を防げれば文句なしの使用感でした。マスカラの方は感想から言うと、やはり私はキャンメイクさんですね。あと少しボリュームを足したいときはファシオさんのマスカラ、やはりこの2本がダントツです。ファシオさんの方はアメリカの方残念ながら販売の方はしていないんですが、キャンメイクさんの方はですね、アメリカの方にも進出してオンラインの方もあるので、アメリカやですね世界中の方にぜひ試していただきたいです。そのくらい好きですね。今回マスカラの方他のものを浮気してみたんですが、やはり私はキャンメイクさんですねが今のところ私の中ではナンバーワンだなと思っています。ということで今日はエッセンスさんのマスカラレビューを含めこちらのメイクをご紹介しました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。